TWICE なら誰が好き？俺、リサしかわからんよ。リサはわかる。タイで死ぬほど広告貼っ付けられとったけん、リサわかるぞ。でもなんかこう、女の子グループの団体とかってさ、あんま見分けつかんじゃんね、俺。AKB とかもなんか神セブンはわかったけど、神セブン以外はわからんとか、少女時代とかマジわからんかったし、あ、リサブラックピンクだ。もうほんとこのレベルなんよ。うわ、もう最悪やん。おじさんやん、ただの。なんか親戚の子供にアイドル教えてもらってるおじさんじゃない。俺、リサわかるよ。それ、ブラックピンク？俺見たことあるわ。俺見たことあるぞ。親戚の集まりでマジでこうなんよ。終わり、もうついていけてないやん。悔しい。あれでしょ、 TWICE わかる。あれだ、あれハンニャじゃなくて、あ、ジブラさんの娘さんかなんか いるとこだっけ。あ、そうだよね、確かそうだよな、多分。あ、モモわかるぞ、モモ。え、俺一回 TWICE の TWICE の、それ西フックス。あー、やだー、ジジイだよ、ジジイ、ジジイや、もうやだ、くそ、くそ、モモだ、ももちゃんだ。ももちゃんだな。ももちゃんはそうだな。そうだよな。ミナとソニー知らん。ももちゃんは、そうだ。あれだ。これだ。この服のももちゃんだ。そうだった。TWICE のファンにブチギレられたんだったわ。そうだった。あんなにファンにキレられたのに、すぐ名前出さんかったらまたキレられる。また怒られる。あいつはファンに。怖えって。すげえキレてくんだから。ももちゃんは努力してるんですって。すげえキレてくっから、あいつは顔真っ赤にして。エロー可愛いって言ったら、ももちゃんの努力を無視しないでください。すげえキレてくっからか。やべえぞ、あいつら普通に。まだ、あ、関わらん方がいい。やばいけん。絶対やばい。おかしい、あれ。まっすぐ褒めただけなのに、めっちゃ可愛いやん。エロファンも努力は知らんだろ。すげえ過激だったが怖かったマジで。やっぱ俺とかは人褒めるのもあんま良くないっちゃろうね。エロいっていうのは褒め言葉じゃないらしいよ。エロいはなんか不快だわ言ってさ。でもさ、あんあんでさ、男芸能人のヌード見て女エロいって言っとうやん。それはいいと、マジですぐあいつら棚にあげるよな。一部のバカの層はさ、すぐ自分のこと棚にあげるやん。あんあん見てエロって言ってるやん。うわ、誰誰のヌードエロって言ってさ。最近もなんか見たぞ、カネチーかなんかがさ、なんかヌードらしい。エロカネチーのヌード、なんやそれ、言うてるやん。許せないですね。トイ君は自分がめちゃくちゃスタイルのいい女の子だったらどういう系統の洋服着たいですか。男目線で女の子に着てほしい洋服じゃなくて女の子として着てみたいけど、あ、もうあれ着たよ、あれ、こんなん、これ、あのなんだっけ、あれあれあれ、あこんなんのやつ、 TWICE のあれが、あれのやつ、そうだから TWICE のももちゃんだっけ、俺ちょっと名前もよくわからんけど、こんなんの、あれあれがいいね、やっぱり。あ、いいよ、あれは近場、あの TWICE のももちゃんのあの服、っていうか、ちょ、聞いてくんね。いや、俺前配信で、あの服マジでエロいんだわっつって、最高でしょみたいな。いや、マジで天才だったみたいな。俺は、TWICE のももちゃんのあの服見ても衝撃受けちゃったんだよねって話したよ。したら、なんか、そこが多分切り抜かれとって、ショーとかなんかで回ってきたっちゃう。ショーツパーって見とったら、おお、俺の切り抜きや。何回な、これ。ああ、あの服装のやつか、と思って。パッて見たら、それにお前、TWICE のファンがもう、ぶち切れば、TWICE のキモいファンがキレとったって。ももちゃんは頑張ってるのに、ももちゃんの努力を見ないで、そうやって見た目だけでなんとかかんとかするのはクソキモと思って、ファンもこうなったら終わりやなと思いながら、ぶち切れて気持ち悪いと思ってさ。まともなファンがかわいそうやろ、お前。やめろやめろ、俺びっくりするよ。え、 TWICE のファンって過激な人たちが多いって思ったけど、多分一部の頭のおかしいやつが切り取っただけなんだけど、気持ち悪いと思って、また切り抜かれるぞ。お、切り抜け切り抜け、気持ち悪いわ、そんな知らん、知らんよ。ももちゃんが着てた服を褒めてるんだけど、ももちゃんありきで褒めてるんだから、可愛かったーっつって、ありエロくて可愛かったーって言って、クソ褒めとったら、それに対してももちゃんの努力も知らないで、気持ち悪いよ。お前も知らんだろ、ももちゃんの努力、お前がどこまで知ってる。ももちゃんの努力はももちゃんしか知らないの。だってすぐ知ったかぶりするせいで、 TWICE のまともなファンまでそういう目で見られるでしょ。かわいそうだからやめなさい。 TWICE のことをちゃんと応援してるファンの人まで結局一括りで言われるんだから、 TWICE のファンはって言われるぞよ。いやいやね、かわいそう、ちゃんと応援しとる人たちがかわいそうやろ。そうやってコメントを書くことはほぼアンチに近いよ。だってそれを見て俺が、まあ俺がね、偶然柔軟な思考の持ち主やったけ、あ、これは多分 TWICE ファンの中でもきっと頭のおかしなマイノリティの一部のそうなんだろうなって思えたけんよかったけど、俺が普通の人やったら、うわ、 TWICE のファン怖ってなるもん。それはもうね、アンチと一緒やけん、やめた方がいい、普通にもったいないって思った。そう、でもあの服やっぱいいよ、最高だわ、マジでめちゃくちゃいい。あの服俺が女だったら着てみたい、スタイルめっちゃよかったらさ、すげえ、やっぱちょっと目いっちゃうもんね、すげえわーっつって。TWICE 自体分かってないし、ももちゃんの顔も知らんけど、ももちゃんがこれ着とって、俺この服だけを認知して、TWICE のももちゃんは知らん。TWICE のももちゃん服って調べたら多分出てくるぞ。これ意味わからんやつが。TWICE ももハイレグで調べたら出てくるらしい。今すぐ調べろ、お前ら。今すぐ調べろ。TWICE ももハイレグで調べろ。クソエロいけん。え、やっぱりね。めちゃくちゃエロくない？え、これやばくない？チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。